宇宙に行き過ぎてフォイって言うのも恥ずかしいな。そうすいや別にいいけどフォイって呼んでくれても全然構わんよ。俺はそんなの1ミリも嫌じゃないぜ。何でもいいぞ、好きに呼んでくれよ。あと好きに呼ばれる方がさ仲良しって感じじゃない？なんか分かんないけど、なんか松本さんって呼ばれた方がちょっと距離あるぞさすがに。ポップに呼んでくれよ、俺1ミリも嫌じゃねえからよ。好きに呼んでくれ、おしっことかビンビーンとかゲロとか、おなんかゲロもと、なんかゲロもとチンポコホーとか、あ、まっちゃんの、なんでもいい、なんでもいい、なんでもいい。マークならいいぞ、全然いい、俺野球下手いけど大丈夫かな。いいぞ、俺お兄ちゃんだ、よかった、一人っ子やけん嬉しいわ。俺お兄ちゃんって言ってきた。でもなんでもいいよ。それとじゃあ、確かにそうか。指っぱっちんじっぽま、あ、いいぞ、全然。それでも、あんまりこじれすぎると、あの、俺が呼ばれとうって気づかんかもしれん。そもそも、銀太って、あ、全然いいよ。でも俺は多分気づかん。お前が別に俺のこと銀太って呼ぶのは全然構わんのやけど、気づかんと思うわ。この前電気消した方がエモいんじゃねってなって電気切ってるわ。しんこちゃんやばいね、ついなしてるみたいな。あ、ほんと。でも兄弟いっぱい欲しかったな。銀太のことヒアルロン、あ、呼んでもいいけど忘れん、それ自分で。いや、そう、結婚式来てって言われたから本当に行こうと思って、そう行こうと思ってすげえ楽しみにしてる、マジで。おめかししなきゃ、スーツとか新調しようかな、嬉しい。あ、でもすげえおとなしく端に座ってるけどな、普通に。いや、なんかそういう時は俺普通につつましく生きてるから爪痕とかを求めんなよ。俺マジで本当にしないから何も。もう本当に和を乱さないように、もう本当にもうそんなん、お前人生で一番いい場面やん、結婚式なんか。もう呼ばれてもらうだけでも ありがたいから、俺もうすっごい端で小さくしてるぞマジで。虫なんか持っていかない、絶対。俺ごめん、そういうとがり方できないわ。あ、ちょ、ごめん、俺本当に好きな人に対してそういうとがり本当にできないんだ、ごめんな。ちょ、ごめん、俺いいんだ、もうなんかそこで爪痕残さなくていいんだ。俺が間違った方向に爪痕残す方が怖いから、これダメなんだ。だから端っこで出されてるよりなんか手で食ってるとか、それちっちゃい小ボケしかできんわ。なんか絶対に全体の場は乱さない、この端っこの席でちっちゃく料理をなんか素手で食べる縛りみたいな、意味わからん変な爪痕だけ残してちっちゃいふざけだけ して帰ってくるわ。そう、もちろん、もうそんなもん何もしないから何も期待すんの。エーペックスの爪痕取れるわけない、おかしいよ。エーペックスで爪痕取ってるやつ無理無理、あんなのおかしい。化け物ね、指が15本ずつぐらい生えとう多分。で腕が4つやる、いやさすがに無理。いや、あのね、違うんよ、小ボケはするわ。そう、なんかあの、そう、なんか ちっちゃくよく見たらあいつ手で食ってねぐらいのやつにするわ。いや、俺そう、ぶっちゃけ知らんやつに迷惑かけるの俺正直あんまりなんとも思ってないよ、別にね。それはまあこういう人間やけん、それみんな知っとうと思うけど、俺別にさ、知らんやつとか あんま仲良くないやつとかどうでもいい人間とかに迷惑かけることを俺は1ミリも悪いことと思ってないけん、それは別に全然どうでもいいっちゃうけど、その好きな人、唯一好きな人だけにはマジで迷惑かけたくないっちゃう。そうそう、っていう俺の中のもう残りの数少ないプライドとポリシーもうだいぶ失ってきたよ、だいぶ失ってきたけど、残りの薄い小さな俺の中のポリシーがそう語りかけると、いや、そう、主役に目指すかマジありえない。そう、それやけん俺はつつましく端っこでよく見たらあいつなんか変だわぐらいのやつにしてるわ。あ、テクスチャーバグみたいな、なんかあいつなんかテクスチャーバグってねみたいな、そういう感じにしとくわ。よく見たらね、そうね、よく見たらなんかそのテーブルクロスの下で少し祈祷だけ出とうとか、そういうのだわ、そういうのにしとくわ。向こう先生話したい、俺話しかけに行こう、お疲れ様ですって言って出る店でピアス珍しい。え、そう、なんか、いや俺がまさかそのまさか呼ばれるわけないと思って、さ結婚式行くのかってさ聞かれたけん、いやさまさか呼ばれるわけないけど、まあ、行きたいか行きたくないかのお気持ち表明だけはちゃんとしておこうと思って、そら行きたいよって言ってだっちゃん、そしたらそれを多分その配信を見とったリスナーの人が直接言ってくれたっぽくて、配信で、で、来て来て来てって言ってくれたっぽくて、俺すげえ嬉しかったわ今日。それだけで結構人生、結構人生救われてるわ今
なんか始まるこれなんかこれがちょっとあ嘘結構今日まったりの日なんだけどごめんななんかすげえまったりだわ。入れ墨に色とかあ俺ねブラック&グレーカラス彫りって言っちゃうけど、あうるるよ普通に色入れる場合とあなんかグレーみたいな色だけで仕上げてしまうカラス彫りっていうパターンがないけど俺カラス彫りやねこのこれから全部この色で全身仕上げるカラス彫りっていうタイプやねそう。それは来ていいならもちろん行くよ。クソおめかししてつつましく座ってるわ。でもゲロ焼いてくるやつはインドネシアから出るなって言って、え、じゃあインドネシアで結婚式してくれるんかな。嬉しい、俺のためにインドネシアで結婚式してくれるんですか、わざわざ。え、インドネシア中の有名人呼んどきますね。嬉しいな、優しい、器がちげえや。ありがとうございます。嬉しいです。